第101代総理大臣に岸田総理が指名された今日、自公両党は18歳以下の子どもへの10万円相当の給付について所得制限を設けることで合意しました。一方、昨日決着した5万円を現金で残りの5万円分をクーポンで支給する案にさまざまな声が上がっています。午前8時、国会門が開きました。待ち構えていた新人議員らが初登院を果たし、国会議員人生の第一歩を踏み出しました。一番乗りは総選挙で躍進した日本維新の会の阿部司議員。午前0時から正門前に仁王立ちをしながら待っていたといいます。そして平成生まれ初の国会議員となった立憲民主党の馬場雄基議員。自民党の大物石原元幹事長を破り初当選した立憲民主党の吉田晴美議員は笑顔で初登院。今回初当選した衆院議員は97人。中に入ると党員表示板にある自らの名前のボタンを笑顔で押し、念願の議員バッジを胸につけ国会デビューを果たしました。同じく今日が初登院の日でありながら、いきなり釈明に追われたのが参院静岡補選での当選直後に不倫が報じられた山崎真之助議員です。本当に申し訳ございませんでした。これらすべて私の若気の至り、また心の弱さ、そして不徳の致すところだと認識をいたしております。5年間関係が続いたというのは、これは事実で。はい、その通りです。一方、党員表示板に自らの名前を見つけられず右往左往する場面もあった岸田総理。今日召集された特別国会で第101代総理大臣に選ばれました。岸田文雄君を内閣総理大臣に指名することに決まりました。今夜発足する第2次岸田内閣、ほとんどの大臣が再任され、今回の選挙で衆議院に鞍替えした林芳正氏が外務大臣として新たに入閣しました。その政府が今月中旬に取りまとめる大型経済対策、中でも大きな関心を集めているのが18歳以下の子どもに対する10万円相当の給付です。自民公明両党は昨日、10万円のうち5万円を現金で、残りを子育て・教育関連に使える5万円相当のクーポンで支給することで合意。支給する時期は現金が年内、クーポンは来年春ごろの支給としています。対象となる子育て世帯はどう受け止めているのか聞いてみました。あ、見てください、11月ですがもう雪が降ってますよ。子どもたちが楽しそうに遊んでいます。訪ねたのは日本初という365日雪が楽しめるスノータウンなどが人気の室内遊園地。子育て支援へのクーポン導入にはさまざまな声が上がりました。クーポンがよくわからないですね。スーパーとかマックとか本当子供と行くところとかでどこでも使えるんだったらちょっとどっかお出かけして使おうかなって思うんですけど、限られると使えないですね。どこまで使えるクーポン、キッズの売り物とかそういうものがとかですかね、子供服が使えるとかですかね。現金の方が使いやすいなと思いますね。この子育て・教育関連に使えるクーポン、 SNS 上では波紋が広がっています。下の子は上の子のお下がりがあるからクーポンで5万円も買うものがない、お米券の方が嬉しい。
保育料も給食費も全部クーポンで払えるなら賛成だけど。さらにクーポンは使用期限があるのかなどの声もありました。ツイッター上にはクーポンやめろ現金配れとのハッシュタグも出現しました。ネットで当てられたらいいです。 Amazon とか楽天だったりとか、そこで結構一気に買ったりもするので。コロナで生活が苦しい方に配るっていう、目的からするとそもそもちょっとずれてるのかなっていう気はしてます。さらに今日、岸田総理と公明党の山口代表が会談。焦点となっていた18歳以下への10万円相当の給付について、年収960万円の所得制限を設けることで合意しました。将来的に結局消費税上がっちゃったりとかして、自分の子どもたちが苦しむことになるのかなと思うと、制限は必要かなと私は個人的には思うんですけど。